皆さんおはようございます。現在の時刻は2023年3月7日7時50分。コミュニティ欄に今日お休みする予定ですと書きましたけれども、昨日のね、強化試合、大谷翔平選手、2本ほどスリーラン打ったわけですけど、ものすごいですよ。それがちょっと言いたくて、急遽やっております。3回スリーランホームラン打ったわけですけれども、この打った球がすごいですよね。膝をつきながらですよ。片膝つきながら、ホームラン打ってしまうという。すごいなと思いましたね。いやー、規格外と言いますかね。走行試合には、規定によってメジャーリーガー出場が認められていなかったらしいんですけれど、急遽ね、こういうことになったわけですけれども、その回はそうだったんですけどね、この右手一本でセンター越え、センターバックスクリーンスリーランを打って、で、もう一回打ちよるんですね、これ。すごいな。3回にセンターバックスクリーン越えのスリーランで、5回にも2打席連発、スリーラン。この調子でいきますですね。期待できますね、WBC。韓国のある投手はヒットバイピッチしてやるの。当ててやるのってことです。そういう不穏な発言をしてますが、韓国の。本当かどうかわかりますけど、真相はよくわかりませんけれども。もしそういうことを言ってたとしたら、残念ですね。いずれ WBC で今回もですよ。これまでもそうだったように、絶対当たると思うんで、韓国とはね。できればいい試合をやってほしいんですけど。あんまり、話題にはなってないようですけれども、前日も申し上げましたように、Amazon プライムでも特典として見れますし、解説には滅多に出てこない王貞治さんが出てくるんでね。一方、同じ日に、韓国もそういう壮行試合みたいなのを、九州でやったのか。じゃあ、大阪でやったのか。京セラドーム大阪で行われて、若手主体のオリックスに2対4で敗れた。で、中国もなんかやったらしいですけどね。西部ガスっていう、社会人野球。なんかよくわかりませんけど。そこに2対6で敗戦。で、オーストラリアもやったそうなんですよね、これ。JR 九州に2対15で大敗。チェコは宮崎梅田学園と対戦したらしいですね。結果は書いてませんね、なんかね。走行試合とかですから、本番では、またね、違うんでしょうが。日本も過去ね、世界一になった時の走行試合の類はですよ。あんま調子良くなかったんですけどね。敗戦とかして。だから一概に言えないんですけど。大谷選手一人、取ってみればなかなか期待できそうですよね、これは。
まあ、なんか軽々と、なんですかね、これは。で、初戦にはなんか先発で出るそうなんで、これもまた楽しみですよね、これは。9日ですか、中国。中国には負けないと思うんですけどね。多分。中国に負けてればちょっと先行きは暗いですけど。ということで、ちょっと、一言触れたくて、ポッドキャストを作ってみました。それでは皆さん、お仕事もあることもあるでしょう。行ってらっしゃいませ。では失礼します。